トヨタ自動車は2022年度の世界生産台数と販売台数が過去最高を記録したと発表しました。トヨタ自動車が発表した2022年度の世界生産台数は前の年度に比べ 6.5% 伸びて913万247台と2016年度以来過去最高を記録しました。また世界販売台数は960万9782台で2018年度以来過去最高となりました。新型コロナの感染拡大や半導体の需要が増えたことによる部品の供給不足の影響は受けたものの、北米やアジアでの生産能力の強化や最適化で回復しました。ただ半導体不足などについては依然として先を見通すことが困難な状況だとしていて、新車の納品の遅れは続きそうです。